アレクシエマニュエル・シャブリエはフランスの作曲家、教師局、スペインの作曲者としてよく知られる、オーベルニュ地方のアンベール生まれ、幼い頃からピアノや作曲に興味を示し、特にピアノの腕前は天才と言われるほどであった。しかし、父親の強い勧めによってパリで法律を学び、内務省に就職した。シャブリエは公務員生活を送るから、 フォーレやダンディラ作曲家と信仰を持ち、独学で作曲の勉強を続けた。マネ、モネ、セザンヌラ画家とも親しく、絵画の収集もしていたという。1880年、ミュンヘンにおいて、ワーグナーの楽劇、トリスタンとイゾルデを見たことで、音楽の道に専念することを決意したという。トリスタンとイゾルデの同期を使った作品として、1886年に、 アンドレ・メサジェとの共作による四手のためのピアノ曲、ミュンヘンの思い出が残されている。メサジェには、フォーレと共作した、バイロイトの思い出という同志校の作品もある。シャブリエは39歳で内務省を退職し、作曲家としての活動を本格的に開始した。1888年にレジオンドヌール勲賞のシュバリエ賞を受賞したが、晩年は麻痺に苦しみ、 1894年にパリで病没した。シャブリエは死の床でパッシー墓地の真似の墓の近くに埋葬してほしいと遺言していたが、モンパルナス墓地に埋葬された。シャブリエは53歳で没したが、前半生はサラリーマンであり、作曲家としての活動期間は14年と短く、発表された作品数は限られている。教師局、スペインをはじめとした。 歓言楽作品やオペレータなどの作品があり、いずれも独特のリズムに加え、活発さとユーモアを感じさせる。しかし、シャブリエの本領が最も発揮された分野は、ピアノ音楽と考えられている。その火星は大胆で、音楽史的にも、ホーレと共に、次世代のドビューシー、ラベルへの橋渡しの役割を果たしている。 風景、憂鬱つ,つむじ風子影で、ムーア風部曲ボッカ村の踊り即興曲華やかな、メヌエットスケルツイコールバルバラビルアルバムの一様、オーバードキソ曲田舎風のロンド。ありがとうございます。